いよいよオリンピックシーズンが幕を開けたフィギュアスケート、バンクーバーを目指す今夜横浜で行われたアイスショー。去年の全日本選手権を制した織田信成。ジャンプでバランスを崩してもアドリブでランニング。今シーズンは表現力に磨きをかけたいという織田選手は、コミカルな楽曲に乗せ観客お得意のコミカルな動作で観客を沸かせます。獲得を狙う織田信成はコミカルな振り付けで会場を大いに沸かせます。大会で使うフリーの曲調もコミカルなものにしたいと織田。女性を抱きしめるなど織田ワールド全開でした。パフォーマンスはもちろん、果たしてどんなお写真を描いているのか。国分を無料、自身初となるオリンピック出場に向け期待が高まります。オリンピックシーズンはの課題、表現力アップもバッチリです。スケの思いを聞きまくります。ご挨拶いいでしょうか。はい、ちょっと、はい、すみません。今シーズンはオリンピックイヤーということで、どういうような目標を持っているでしょうか。もちろんオリンピックにも出場したいですし、まずその自分の課題である4回転をコンスタントに飛ぶことと、の表現力をもっと評価してもらえるようにもっともっと努力するというのが今シーズンの課題なので、それをクリアしていきたいと思います。